い、どうもこんにちは、俊二です。今日は5月に発売されましたイオンオリジナルナンバー50番スバル WRX STI タイプ S、 日本警察仕様、こちらを見ていきます。箱可愛らしいデザインになってますね。トミカ50周年アニバーサリーって書いてます。で、横ね、こんな感じで、ギミックは書いてないですかね。書いてないですね。では箱から取り出します。はい、開けて、はい、袋からね取り出して、カラーの方はね白と黒の、ソリッドになってますね。前ヘッドライトねシルバーに塗装されてます。で、フロントバンパーのね作りなんかも細かいですね。で、ボンネットダクトがあって、ギミックにボンネット開閉機能がねついてますね。よいしょ。はい、中はこんな感じで、あ、これエアクリボックスに、これバッテリーかな、結構細かいですね、作りね。ペイントはボディ色と同じね白色になってますけどね。はい、くるっと回して、ホイールはスポーツタイプでゴールドのメッキがねくるっと一周巻いてますね。フェンダーにドアのところにね警視庁って書いてて、アウターハンドルがありますね。で、斜めから見るとこんな感じ、この下の方のねこの、造形なんかよくできてますよね。はい、くるっと回して、テール、赤色に塗装されてて、スバルのエンブレムに、右下にね、STI って書いてます。で、マフラーは4本出しですね。で、後ろね、大きな羽があって、これ樹脂パーツになってますね。はい、くるっと回して、反対側のサイドで、ガラスちょっとスモークが入っててね、暗い感じになってて、で、中は、黒色の右ハンドルですね。で、屋根には赤色灯がついてて、あとね、後ろの方、シャークアンテナがついてます。はい、底面こんな感じ、スケールは62分の1です。でギミックにねサスペンション機能がついてます。今回はイオンナンバー50番スバル WRX STI タイプ S、 日本警察仕様をご紹介しました。まあ、作りも良くて、あと塗装も綺麗でね、かっこいい1台になってました。最近イオンオリジナルのトミカ結構残ってたりするんでね、また気になる方はね、買い物のついでに、チェックしてもらえたらなって思います。でトミカはねここまでで、この後はですね、僕がちょっと気になったガチャ、回してきたんで、こちらの方ね、ご紹介したいと思います。お時間のある方ね一緒に見てもらえたらなって思います。そう、いつもだいたい1回しかしないですけど、今回これね、あの人形劇とかにも使えるなって思って2回回しました。まず緑のカプセル、自販機ですね、これね、自販機のガチャで、あ、すげージュースだ、ジュースがある、ザ・ドリンク自販機。ラインナップの方は炭酸、清涼飲料水にエナジードリンク、すごいな。で、コーヒーにホットドリンクとなってますね。1から4までの穴に入れたドリンクはそれぞれの番号のボタンを押すと出てきます。すげーっすねこれ、ちっちゃい、めちゃめちゃちっちゃい。あ、これホットって書いてるんで、ホットドリンク自販機ですね。で、屋根にあったかいって書いたねプレートを差し込みます。これで自販機の組み立てはね完成ですかね。横になんか太陽の絵が描いてて可愛いですね。はい、近くで見るとこんな感じですね。いや、すげー、両端4箇所ね押せるようになってますね、こんな感じね。で、これなんだろう、おー、びっくりしたびっくりした、なるほど、ここが開くんだ、これね、透明のやつ。はい、こんな感じで開きます。ジュースね、めっちゃちっちゃいですよこれ。じゃあ入れますね、4箇所に入れます、元に戻します。で、何もね柄が書いてない、缶とペットボトルがあるんですけど、まあ、シールがあるんでね好きなのを貼ったらいいみたいですね。ではね、ボタン押してみます。まず左上からいきます。押すと、え、出てこない。じゃあこっち、あ、出てきた出てきました。このレバーを引いたらこんな感じで取り出せますね。いや、すげー、めっちゃ面白いこれ。で、さっきのねトミカと大きさ比べるとね、こんな感じになってて、ほんとちっちゃいんですよ。で、ボタンを押すとこう中からねジュースが出てくるっていう、いや、これは面白い。ちっちゃい子喜びそうですけど、うん、ジュースがね小さいんでね、小さい子だと口の中に入れちゃったりしそうなんでね、ちょっと怖いんでね、うん、気をつけた方がっていうか遊ばない方がいいですかね。これ対象年齢10歳以上になってましたからね。ではもう一個見ていきますね。赤色のカプセルです。さあ、今度なんだろう、これな、コーヒー、コーヒーですね。はい、セットできましたね。これ一番上ね、ボーボーって書いてる、大道みたいな感じかな、コーヒーがねいっぱい並んでますね。あー、僕が結構飲む、
缶コーヒーに結構似てる柄がこれね。で左上右上、あ左下、あと右下のねボタンが押せるようになってますね。レバーを動かすとこの下のね扉がこんな感じで開閉するようになってます。でくるっと回して横ねボーボーって書いててボーボーってなんだ。で、屋根ですね、これパカッと開けれてここにねジュースをセットできるようになってますね。はい、ボタンを押すと、はい、ジュースが出てきます。こんな感じです。ボタンを押したらジュースが出てくるっていうのはね面白いんですけど、こうねこう並べてね、で近くにトミカをね置いて飾ったりするのなんかにもいいですよね。これねなんかねいろんな遊び方できそうで、いやこれ結構おすすめです。またねちょっと面白いガチャ見つけたらね回してご紹介します。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。あとね、ツイッター、インスタもやってますんで、説明欄の方に書いてるんで、よかったら登録の方よろしくお願いします。じゃ、またね、バイバーイ。